花クソです。おはようございます。今日は30日、何日でしょう、後から調べたいと思います。ただいまね10時です。今日はね、遅めのね発信できました。隣でね、歩いてる隣で女の人がね写真撮ってるんでね、ちょっとあんまり大声出せないですが、どうなんでしょう。やっぱりこういうとこに女の人が見えると3割増しって感じですかね。の話はさておいてですね、今日金曜日だからまだまばらっすね。夕方になるとまたさより軍団がやってくるかと思うんですが、今日ねいつも通りねやっていきたいと思います。ただね今日ねちょっとね釣りの方も穴釣りの方もねやっていこうかなと思ってね、餌はねサバの切り身で、やってみたいと思います。では現地へ行こうです。これはいつもやってるねテトラのあたりで、竿を振ってる人はいますね。まあ落とし込みとか浮きとかでしょうけどね、まあそこはクロダイとかあのキウエがね、釣れるとこみたいなんで、どうなんでしょうね。今日もね、風がね若干あるから若干冷たく感じるんですけど、まあ きっちり晴天ということでね、釣り自体はねやりやすいかと思います。あ、満潮ですね。そうか、10時半ぐらい満潮だったのかな。はい、水量だいぶあります。いいですね、この雰囲気。到着しました。向こうのところで釣りやってますね。僕はね今日こっちでねやりたいと思います。まあ取れるかどうかわかんないですけど、準備します。今日のねブラックリーはこれでいきたいと思います。ではね早速釣りの方がやっていきたいと思います。うなぎ師匠がこの野郎を釣りました。スレだけどね。スレですね。スレスレですね。はい、これいっぱい今日も湧いてますね。今日もね湧いてるらしいんでね、今日はまた僕のお土産にねもらっていきたいと思います。ゴツゴツ当たりますよ。ゴツゴツですか。はい、あれどんどん釣ってください。うなぎ師匠がこの野郎を釣りました。スレだけどね。スレですね。来てからねだいぶ経つんですけど、カニの方ね上げてみます。
してからねまた見せます。今日はね1投目からねでかいの3つですね。これ、久々です。今日はパンカニパーティーできそうですね。やりました。もう1個仕掛けてあるのもあげたいと思います。これも取れましたね。でかいですね。今日でかいのばっかっすね。いるときといないときありますね、これね。はい、そうですね。まだ もうまだいますね。今日もね、これもでかいですね。これ見てください、もうでかいです。こんな怒ってますね。さあ、これで入れて。今日もでかいの4杯ですよ、いきなり。大変なことになってます。ね、今日のお弁当は、これですね、卵チャーハン、自作です。一応しめじが入ってるんでね、しめじ卵チャーハンですかね。さっさと食べたいと思います。うまいですね。ご飯よりね、卵が多い感じですね。こう卵2個におにぎりぐらいのご飯を1個使用したんでね。でもパラパラサラパラパラっすね。ごちそうさまでした。超特急です。